こんにちは。今日の講義は書籍、漫画で読むぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方です。この本は、多くの新米ママやパパが直面する赤ちゃんの睡眠問題に焦点を当てた、非常に実用的で親しみやすいガイドブックです。著者の相葉文さんは、日本人として初めて国際認定の乳幼児睡眠コンサルタントの資格を取得した専門家で、その豊富な知識と経験をもとに、赤ちゃんの睡眠に関する最新の情報と実践的なアドバイスを提供しています。本書の特徴は漫画と解説文を組み合わせた構成にあります。漫画部分はインスタグラムで人気の子育て漫画作家である眠りーアヒルさんが担当しており、読者は楽しみながら重要な情報を吸収することができます。この独特の形式により、複雑な睡眠の問題や専門的な知識が親しみやすく理解しやすい形で提示されています。本書は夜泣き、寝かしつけの困難、昼寝をしない、夜中に頻繁に起きるなど、多くの親が直面する一般的な睡眠問題に対処する方法を詳しく説明しています。著者はこれらの問題に対する具体的な解決策を提供するだけでなく、親が無意識のうちに言っている、実は逆効果になっている習慣についても指摘しています。本書の内容は大きく分けて2つの部分から構成されています。まず、赤ちゃんがぐっすり眠るために必要な3つの環境と習慣づくりについて詳しく解説しています。これらの基本的な要素を理解し実践することで、多くの睡眠問題を予防したり改善したりすることができます。次に、本書は寝んねトレーニングと呼ばれる赤ちゃんが一人で眠れるようになるための方法を紹介しています。著者は子どもの性格や家庭環境に合わせて2つのタイプのトレーニング方法を提案しています。これにより親は自分の家庭状況に最も適した方法を選択し実践することができます。本書の各章では様々な睡眠問題に焦点を当てています。例えば、夜泣きの原因と対処法、効果的な寝かしつけの技術、昼寝のスケジュールの調整方法、夜間授乳の適切な管理、早朝覚醒への対応策などが詳しく説明されています。また、背中スイッチと呼ばれる現象、赤ちゃんを布団に寝かせると目が覚めてしまう問題への対処法など、より具体的な問題についても触れています。著者は各問題に対して科学的な根拠に基づいたアプローチを提供しつつ、同時に実践的で現実的な解決策を提案しています。例えば、赤ちゃんの睡眠サイクルや睡眠ホルモンの働きについての説明を通じて、なぜ特定の方法が効果的なのかを理解できるようになっています。本書の大きな特徴の一つは、読者が即座に実践できる具体的な方法を提供していることです。各章にはすぐに試せるテクニックやルーティンが含まれており、親は読んだその日から新しいアプローチを始めることができます。また、本書は単に赤ちゃんを寝かせる方法だけでなく、赤ちゃんの健康的な睡眠習慣を長期的に確立することの重要性も強調しています。良質な睡眠が赤ちゃんの成長や発達にいかに重要であるかを説明し、親が赤ちゃんの睡眠を優先事項として考えるよう促しています。読者の反応を見ると、多くの親がこの本を高く評価しています。具体的で実践的なアドバイスが豊富に含まれていること、漫画形式で読みやすいこと、そして何より実際に効果があったという声が多く聞かれます。多くの親が本書の助言を実践することで、赤ちゃんの睡眠パターンが改善され、家族全体の生活の質が向上したと報告しています。この本は新生児から幼児まで、様々な年齢の子供を持つ親に役立つ情報を提供しています。また、睡眠の問題に悩む親だけでなく、これから親になる人や赤ちゃんの睡眠について学びたい保育士や教育者にとっても価値ある資料となるでしょう。この書籍を読むことで、多くの親が赤ちゃんの睡眠に関する新たな視点や知識を得ることができるでしょう。例えば、赤ちゃんの睡眠サイクルや睡眠ホルモンの働きについて理解を深めることで、なぜ特定の時間に寝かしつけることが重要なのか、また、なぜ赤ちゃんが特定のパターンで目覚めるのかといった疑問に答えを見出すことができます。この知識は単に赤ちゃんを寝かせるためだけでなく、赤ちゃんの全体的な健康と発達を支援する上でも非常に有用です。また、
本書で紹介されている具体的な寝かしつけ方法や睡眠環境の整え方を実践することで、多くの親が赤ちゃんの睡眠問題を改善し、結果として家族全体の生活の質を向上させることができるでしょう。夜間の睡眠が改善されれば、親自身も十分な休息をとることができ、日中のパフォーマンスや精神的な健康にも良い効果をもたらす可能性があります。さらに本書を通じて赤ちゃんの睡眠に関する誤解や迷信を解消することで、不必要な心配や試行錯誤を減らし、より自信を持って育児に取り組むことができるようになるでしょう。特に添い寝や夜間授乳などの習慣について、科学的な根拠に基づいた情報を得ることで、自分の育児方針を再評価し、必要に応じて適切な変更を加えることができます。本書の内容は赤ちゃんの睡眠だけでなく、親子関係の構築にも役立つ可能性があります。例えば適切な寝かしつけルーティンを確立することで、赤ちゃんとの絆を深める特別な時間を作り出すことができます。また赤ちゃんの睡眠パターンを理解し、それに合わせた生活リズムを作ることで、家族全体でより調和のとれた日々を過ごせるようになるかもしれません。本書で紹介されている寝寝トレーニングの方法を実践することで、赤ちゃんが自立して眠る能力を育むことができ、これは将来的な自立心の発達にもつながる可能性があります。さらに本書を読むことで、親が自分の育児スタイルや価値観を見直す機会を得ることもあるでしょう。例えば赤ちゃんの睡眠に関する文化的な違いや様々なアプローチ方法について学ぶことで、自分の育児方針をより広い視点から考えることができます。これは単に赤ちゃんの睡眠問題を解決するだけでなく、親としての成長や自己理解にもつながる貴重な経験となるかもしれません。また本書を通じて得た知識や経験は、同じような問題で悩む他の親たちとの情報交換や相互支援にも役立つでしょう。育児コミュニティの中でこの本で学んだことを共有することで、より多くの家族が睡眠問題を克服し、健康的な生活を送れるようになる可能性があります。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康が整ってこそ、真に豊かな生活が送れるからです。健康な体と美しい外見は、自信を持って日々を過ごすために欠かせない要素です。そのためには適切なトレーニングと栄養管理が必要です。ここで私が紹介したいのが、ライザップの結果にコミットするプライベートジムです。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが特徴です。これにより個々のニーズや目標に合わせたカスタマイズプログラムが提供されるため、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にも最適です。トレーナーが一人一人に合ったプログラムを作成し、無理のない範囲でのトレーニングを提供します。具体的には1日50分、週に2回のトレーニングが基本で、忙しい方でも無理なく続けられるスケジュールです。またライザップでは食生活やメンタルのマネジメントも重要視しています。トレーナーが食事のアドバイスを行い、無理な食事制限をすることなく、健康的に痩せることができるようサポートします。これによりリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康維持が期待できます。さらにメンタルの面でもサポートがあるため、モチベーションを維持しやすく、トレーニングが続けやすい環境が整っています。ライザップの特徴の一つに、30日間無条件全額返金保証があります。これは万が一満足できなかった場合でも安心してサービスを利用できるという点で非常に心強いです。初めての方でも安心してトレーニングを開始できる要素の一つです。また無料カウンセリングも提供しており、自分に合ったプランを確認した上でトレーニングを始めることができます。さらにライザップは完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行います。これにより他の人の目を気にせず、自分のペースでトレーニングに集中することができます。プライベートな環境でのトレーニングは、特に初心者や自信がない方にとって非常にありがたい要素です。ライザップの結果にコミットするというテレビ CM で話題になった通り、その効果には自信を持っています。健康的に痩せることができるだけでなく、理想の体を手に入れるためのサポートが充実しており、リバウンドしにくい体作りを目指すことができます。トレーナーが一人一人に寄り添い、
継続的にサポートするため、長期的な健康管理が可能となります。ダイエットだけでなく健康管理にも特化したライザップのサービスは、忙しい現代人にとって非常に価値のあるものです。特に健康的な生活を送りたい、体力をつけたい、ストレスを解消したいという方におすすめです。ライザップのプログラムを通じて心と体の両面から健康をサポートすることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。